アブミ骨の正面図と下からの図アブミ骨は人や他の動物の中耳にある骨であり内耳への音の振動の伝達に関わる。アブミの形をしており感情人体により卵丸窓と接続する。これによりアブミ骨底は卵丸窓から内耳に音響エネルギーを伝達することができる。人体で最も小さくて軽い骨である。 10セントユーロ硬貨との比較アブミ骨は中耳にある3つの耳小骨の3番目の骨である。アブミの形をした骨であり、人体で最も小さい骨である。環状人体により卵丸窓と接続される。卵丸窓に乗った底部と、キヌタ骨と関節によりつながる頭部を持つと、説明される。これらは、前足と後ろ足により接続される。キヌタアブミ関節を介して、 キヌタコツと関節でつながる。肺の第6臭から第8臭にかけて、第二頭弓から発生する。中央の穴である閉鎖口は、体制期にアブミコツ動脈が存在していたことによるものであり、人では通常正常な発育の間に退縮する。アブミコツは、哺乳類の3つの耳小骨の一つである。哺乳類以外の獅子動物では、アブミコツと相当な骨は通常。 耳小柱と呼ばれるが、爬虫類では、アブミコツや耳小柱のどちらの名称も使用される。虚類において、相当な骨は、舌顎骨と呼ばれ、種によっては呼吸口、または顎を支える細胞の一部である。両生類ではこれに相当する用語は、パーズメディアプレクトラである。民族によりその大きさは、比較的一定である。0. 0の人では、 アブミ骨動脈が対抗せず、中心の穴に残っていることがある。この場合、患部の耳に白動性の音が聞こえることがあるが、全く症状がないこともある。稀に、アブミ骨が完全にないこともある。アブミ骨は、キヌタ骨と内耳の間に位置し、内耳からの音の振動を、内耳の卵丸窓に伝える。顔面神経に支配されたアブミ骨筋により、安定されている。 自己歌唱は内耳の異常の骨利モデリングを特徴とする先天性、または自然発症の疾患である。多くの場合、アブミコ骨が卵丸窓に付着して音の伝達が阻害され、電音性難聴の原因となる。臨床的な自己歌唱は約1%の人に見られるが、目立った難聴を起こさないタイプの人に多く見られる。自己歌唱は 若い年齢層や女性に多く見られる。二つの一般的な治療法は、アブミボネ切除術とステーピダートミーである。手術の際には、アブミ骨動脈の持続、骨の底の繊維化に関連する損傷、あるいは、底部の除去に伴う閉塞性時効化症などが合併することがある。ジョバンニ・フィリッポ・イングラシアにより初めて描かれた、アブミ骨一般的には、 アブミコツは1546年にナポリ大学のジョバンニ・フィリッポ・イングラーシア教授が発見したとされているが、イングラーシアの記述は死後の1603年に出版された解剖学の解説書インジェディニー・リブラムデオシブスドクティッシュマ・イエクスペクティティッシュマ・コメンタリアに掲載されているためこの点については議論がある。スペインの解剖学者、ペドロ・ジメノはディオロガス・デリメディカの中で 初めて記述したとされている。ありがとうございます。